悪魔の実を生み出したのは幼獣イブ、太陽の神ニカ、イム様、そして巨大な王国。現在物語も佳境に差し掛かり、クライマックスを迎えているワンピース。そのワンピースで最も注目されているのが悪魔の実の生まれ方。第1069話でベガパンクによって悪魔の実の根源が人の願いということが判明しましたが、一体誰がどういう目的で悪魔の実を作ったのか、そしてニカとの関係性は。悪魔の実について深く見ていくことで、幼獣イブに悪魔の実が実った可能性、巨大な王国が悪魔の実を作り出した可能性、太陽の神ニカが悪魔の実を生み出した可能性、そしてイム様が悪魔の実を生み出した可能性が見え隠れするんです。ということで今回は悪魔の実が生まれた4つの新事実について徹底考察したいと思います。ナウワンピース第1069話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。万物は望まれてこの世に生まれる。例えば悪魔の実もそうじゃ。第1069話のベガパンクの発言によれば、悪魔の実が望まれてこの世に生まれたということが明らかになっているので、望まれたものを実現する力を持つ存在がいたか、もしくはですね、望まれたものを実現する技術が存在していた可能性が高いと考えられます。このことから考えると、悪魔の実の生まれ方については大きく分けて4つの可能性があると言えるでしょう。それは1つ目に幼獣イブに実った、2つ目に太陽の神ニカが生み出した、3つ目にイムが生み出した、4つ目に巨大な王国が作り出したというものです。一つずつ説明していきます。まずは幼獣イブに実ったという可能性についてです。ここは地上の光をそのまま海底に伝える幼獣イブという巨大な木の根が届いておる。第612話のネプチューンの発言により、幼獣イブという巨大樹の存在が明らかになっているんですが、他にも対になっているような巨大樹が存在しています。その巨大樹とはですね、宝珠アダム。世界にたった数本、その最強の木の名は宝珠アダム。そしてアダムとイブといえば、旧約聖書の逸話を思い浮かべることができるでしょう。その内容を簡単にまとめるとこんな感じです。神様によって作られたアダムとイブはエデンの園に行ってですね、何不自由なく生活を送っていました。二人に課せられたルールはただ一つ、エデンの園の中央にある善悪を知る知恵の木の実を決して食べないこと。しかし蛇にそそのかされたイブは木の実を食べてしまい、さらにはですね、アダムにも食べることを勧め、アダムもですね、木の実を食べてしまいます。これによって二人は神から罰が与えられ、楽園から追放されてしまうんです。そしてワンピースにおいて木の実と言ったら悪魔の実が思い浮かぶことになるでしょう。さらにアダムとイブが似たような巨大樹として対立されていることを踏まえると、アダムと宝珠アダム、イブと幼獣イブは間違いなくリンクして描かれていると言えるんです。つまり宝珠アダム、幼獣イブ、悪魔の実の3つには何らかの関係性があることは間違いありません。そして宝珠アダムと幼獣イブにはモデルとなった木が存在していると思われます。宝珠アダムのモデルはですね、セコイアデンドロン。これはジャイアントセコイアとも呼ばれる巨大樹なんですけども、山火事でも生き残るほどの強さを誇っていることから、世界最強の生物とも噂されているんです。たとえ島に住む人間が砲弾の降り注ぐ戦争を始めようが、島中の人間が死に町が死に廃墟と化そうが、物ともせず立ち続ける巨大な木。第431話のフランキーの発言にもあるように、宝珠アダムはですね、最強の木であるため、まさにセコイアデンドロンをモデルとしている可能性が高いと言えるでしょう。続いて幼獣イブのモデルはというと、ガジュマル。その理由は大きく3つあります。まず1つ目は生命力の強い根。ガジュマルというのはゴムの木の一種なんですけども、木の根はコンクリートを突き破るほどの強い生命力を持っています。そして幼獣イブといえば、海底1万メートルにも及ぶ魚人島にまで根が到達しているので、非常に強い生命力を誇る根だと言えるんです。次に2つ目はヤルキマンマングローブの親分。シャボンディのヤルキマンマングローブの親分みてえなもんか。第612話で幼獣イブについて説明されたルフィはこのように発言しているので、幼獣イブとヤルキマンマングローブは類似性があると思われます。そしてヤルキマンマングローブといえば、天然の樹脂が特徴的なんですけども、これはですね、ガジュマルのゴムの樹脂と類似していると思われます。つまり幼獣イブとガジュマルの類似性が見え隠れします。そして最後3つ目はですね、ニカがゴムの体の持ち主であることです。その体はゴムそのものの性質を持ち、空想のままに戦い人々を笑顔にしたという解放の戦士、またの名を太陽の神ニカ。第1044話の五老星の発言にもあるように、ニカの体はですね、ゴムそのものの性質を持っていることが明かされています。そして太陽の神とまで呼ばれて崇められているニカの体であれば、極めて優れた性質を備えているはずだと言えます。そして幼獣イブといえば、世界で双璧をなす巨大樹の一つであり、太陽と深い関わりがあるという点で関連性もあるので、ニカの体の性質として幼獣イブの性質が組み込まれていても何ら不思議ではありません。ということで、宝珠アダムのモデルはセコイアデンドロン、幼獣イブのモデルはガジュマル。ここまで説明してきたことを踏まえた上で、幼獣イブについて深掘りしていきたいと思います。幼獣イブのモデルであるガジュマルにはこんな伝承があるんです。ガジュマルには子供の精霊キジムナーが宿っている。そして綺麗な心を持つ人がガジュマルの木の前で願い事を伝えると、キジムナーが願い事を叶えてくれるという
という言い伝えも存在しています。これを踏まえて考えると幼女イブも綺麗な心を持つ人の願い事を叶えることができるのかもしれません。つまり幼女イブには望まれたものを実現する力が備わっている可能性があるんです。したがって幼女イブのこの力によって悪魔の実が生まれたと考えられるでしょう。次に太陽の神ニカが生み出したという可能性についてです。その体はゴムそのものの性質を持ち、空想のままに戦い人々を笑顔にしたという解放の戦士、またの名を太陽の神ニカ。第1044話の五老星の発言によってニカが空想のままに戦うことができるということがですね明らかになってるんですけども、実際にニカとして覚醒したルフィは雷を掴んだり巨大化したりと現実の物理法則や今まで披露していた能力の法則からは考えられないようなことができるようになっています。そのためニカには空想を実現する力があると考えられるんです。能力者とは誰かが思い描いたいくつもの異次元を生きる者たち。そして第1069話のベガパンクの発言にあるように悪魔の実の能力というのはですね誰かが思い描いたものが実現したものであるため、ニカの能力によって悪魔の実が作られた可能性も十分考えられると言えるんです。次にイムが生み出したという可能性についてです。先ほどのアダムとイブの逸話については説明したんですけども、イブをモデルとしているキャラクターとして思い浮かぶものがいます。それはイム。というのもですねイブとイムの五感が似ていることや、イムが初めて登場した場所はですね花の部屋だったんですけども、アダムとイブが暮らしていたエデンの園にも美しい花が咲き乱れていたということから、イムとイブがリンクしているように感じ取れるんです。そしてイブといえばですね神の言いつけを守らずに善悪の知恵の木の実を食べているんですけども、先ほども説明したように悪魔の実はこの善悪の知恵の木の実をモデルにしていると考えられるので、イムと悪魔の実には深い関係性がある可能性が高いんです。そしてこれはネット上でも有名な考察なんですけども、イムをローマ字に変換して逆から読むと海となるため、イムはですね海の能力を持っていると言われています。したがってその不自然は自然の母海に嫌われるという罰を背負って存在する。そして第1069話のベガパンクの発言で海イコール母と明言されているので、母なる海の能力として悪魔の実を生み出せるというそんな可能性も考えられます。そうだすると海にはですね海の他に海という意味も含まれているのかもしれません。最後に4つ目の巨大な王国が作り出したという可能性についてです。巨大な王国が悪魔の実を作り出したと言える根拠は大きく2つあります。まず1つ目はベガパンクの発言、悪魔の実とは誰かが望んだ人の進化の可能性である、ああなれたらいいな、こうなれたらいいな、多岐にわたる人類の未来が能力である。第1069話のベガパンクの発言によれば、悪魔の実とは誰かが望んだ人の進化の可能性であり人類の未来そのものだということが明らかになっているんです。そして未来といえばこの発言にも目を向ける必要があるでしょう。この島は未来に見えるか、ここは過去だ。第1065話でシャカはフランキーに対しエッグヘッドが未来に見えるかどうかを尋ねた後、ここは過去だと発言しています。さらに加えてですね、高い文明を持つ王国が900年前に実在していたことも明らかにしています。現在のワンピースの世界でもですねエッグヘッドの技術はですね未来の技術とですね言われるようなものであるため、900年前の巨大な王国はまさにですね未来の国と呼ぶにふさわしい国だったと言えるでしょう。つまりですね巨大な王国には未来を実現する技術が備わっていたと言えるんです。そう考えると悪魔の実イコール人類の未来であることから、悪魔の実はですね巨大な王国の技術によって作り出されたという可能性が見えてくるんです。次に2つ目の理由はベガパンクの人造悪魔の実です。例えばこのエッグヘッドのような高い文明を持つ王国が900年前に実在していたと言ったら信じられるか。第1065のベガパンクの発言で900年前の巨大な王国がエッグヘッドのような高い文明を持っていたことが明らかになっているので、エッグヘッドに存在しているシービーストウェポンやシマエアコン、ホログラムにベガフォース1などの技術は巨大な王国が持っていた技術を再現したものであると言えます。つまりベガパンクは巨大な王国の技術を再現しているんです。あれは私が人工的に作った悪魔の実なんじゃ、カイドウの血統因子から20年かけて多額の研究費を投入して作った。そしてベガパンクはですね悪魔の実の作成も行っているので、これも巨大な王国の技術の再現かもしれません。つまり巨大な王国は悪魔の実を作っていた可能性が高いと言えるんです。ということは以上2つの理由により巨大な王国が悪魔の実を作り出したという可能性は高いと言えます。ちなみになんですけども、この場合には巨大な王国がどのようにして悪魔の実を作ったのかが気になるところだと思われます。ベガパンクは悪魔の実を能力者であるカイドウから血統因子を抽出し、そこから逆転して悪魔の実を作っているんですが、この方法はゼロから悪魔の実を作る時には採用できません。そうだとするとベガパンクが血統因子を発見したのと同様に巨大な王国も血統因子を発見し、さらに血統因子のうちのどこかの要素に手を加えることで能力が発現する仕組みをですね発見したのだと言えるでしょう。つまり巨大な王国は食べるだけで血統因子に作用できる果実を作成し、それを悪魔の実と名付けたんだと考えられるんです。ただしそのように作られていたのだとすると、能力者が死んだ時に世界のどこかに悪魔の実が現れる理由を説明することは困難だと言えます。では
では巨大な王国はどのようにして悪魔の実にですね世界のどこかに現れるという仕組みを組み込んだのでしょうか。これについては悪魔の実の伝達条件とも関わってくるので今回は詳しい名言は避けるんですが、可能性の一つをご紹介したいと思います。それはジャヤに存在していたミオリギの理屈を応用したというもの。この島で亡くなった過去数百年の先祖たちの魂が鐘の音に導かれその身を宿すという神聖な白色の木々です。第291話のムースの発言によると、ミオリギとはですね先祖の魂が宿る木のこと。亡くなった後の魂が木に宿るという理屈を解明できれば、能力者の死後悪魔の実を世界のどこかに復活させることも可能になるかもしれません。ここまで説明してきたように、悪魔の実の生まれ方としては、幼樹イブに実った。太陽の神ニカが生み出した。イムが作り出した。巨大な王国が作り出した。この4つの可能性があると思われるんですが、それぞれの妥当性について検討していきたいと思います。まずは幼樹イブに実ったという可能性についてですが、ワンピースにはキリスト教の世界観が設定としてたびたび取り入れられているんですけども、アダムとイブといえば、キリスト教の中でもかなり重要な価値観である、現在を人間にもたらした存在として、非常に重要な人物なので、そのアダムとイブをモデルにしている、幼樹アダムと幼樹イブにはかなり重要な設定が隠されている可能性が高いと思います。しかし現状ではですね、幼樹アダムはロジャー海賊団のオールジャクソン号の素材になり最強の木と呼ばれていること、幼樹イブは魚人島のある海底1万メートルにまで太陽の光を届けていること、これだけしか明らかになっておらず、もっと重要な設定が隠されていてもおかしくありません。よって悪魔の実を生み出せるという非常に重要な設定が隠されていたとしてもですね全く違和感がないんです。したがって可能性としてはかなり高いと言えます。次にですね、太陽の神ニカが生み出したという可能性についてですが、空想のままに戦うというニカの性質からすれば空想を実現できる可能性が高いので悪魔の実を生み出せる可能性も十分考えられます。しかし現在明らかになっているニカの能力を見る限りではですね、空想を現実にするようなですね戦い方は見せているんですけども、ゼロから物質を作り出すような描写は見られないので、悪魔の実を生み出す様子を想像するのはですね少々難しいと言わざれません。そのためですね、幼樹イブが生み出したという可能性には劣ると思います。次にですね、イムが生み出したという可能性についてです。イムが海の能力を持つという考察はイムをローマ字に変換してそれを逆から読むというところから始まっているので根拠としては弱いと言わざるを得ない。しかし第1069話で海イコール母と示されたことや世界のトップに君臨しているイムの重要性などを加味するとイムが悪魔の実を生み出していたとしても不思議ではないんです。よって可能性としては太陽の神ニカが生み出したという可能性と同等だと言います。そしてですね、最後に巨大な国が作り出したという可能性についてですが、実際にベガパンクが人造悪魔の実を作り出している以上、巨大な国が悪魔の実を作り出せることについて否定する要素はないと思います。しかしワンピースフィルムレッドの副音声上映にて小田先生はですね、悪魔の実以外にワンピース世界に不思議なものはないというルールを決めているというですね趣旨の発言をしているので、そのような不思議なものを人工的に作っていたと考えるのはですね個人的に少々ロマンに欠けるように思います。よってですね、可能性としてはですね、幼樹イブに実ったという可能性よりやや劣ると言えるでしょう。したがってですね、4つのうち最も可能性が高いのは幼樹イブに実った時点で巨大な王国が作り出した、以下はですね、太陽の神ニカが生み出した、イムが生み出したという順番で可能性が高いと言えるでしょう。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。